サスケ、お前にやってもらいたい仕事がある。仕事？何？今のお前ならば簡単にできる仕事だ。八尾の人中力を買ってもらいたい。八尾だと？名はキラービー。かなりの強さを誇る雲隠れの忍びだ。頼めるか？すぐに戻る。この先か。談笑、八尾の人中力。なかなかいいとこだ。最高のライムが書けそうだぜ。あんたが八尾の人中力、キラー B だな。八尾様ですか？だろ、そこ。人中力様ですか？だろ、そこ。あんたを拘束する。お前何者だ、バカ野郎、この野郎。お前何様、なぜ俺様捕まえる？お前に言う必要はない。そうだな。話の最中、途中、大忠告だ、バカ野郎、この野郎。その口、耳障り。俺様に突っ込んでいいのは俺だけだ。突っ込んでろ、バカ野郎。パンチぶっ込むぜ、バカ野郎。やってみろ。こいつしぶとい。それにまるで本気を出していない。余力を残して魅力が光る。八尾がサビのキラービー様だぜ、俺様が。あ、いや、とはいえもう飽きたな、こいつの相手も。あれでさっさと終わらせるが。いえ、このチャクラは、この程度で俺様に喧嘩を売るとは笑わせてくれ。
お前にも幻滅、そしてお前壊滅。人中無力である俺様の本当の姿、それを壊滅、それを幻滅、人中変化。イエーはぁ、チビでチビれ、おうチビ野郎。牛の化け物、それがお前の正体だ。敵を刺す、テキサス・ローグホーン。さすがのチャクラだな。だが問題ない。これで今すぐとどめ刺す。ウィー。守備を拘束できる。終わったか。手強い相手だったが、だがこれで。約束通り、ハチビは連れてきた。よくやったな。お前ならやれると信じていた。どこへ行く？まずは傷を癒す。それから木の葉だ。一つ大切なことを聞く。イタチの生き様を知ったお前がイタチの意志を継ぎ木の葉を守るという考えもある。本当のことを言え。お前はどうしたい？イタチは俺に命を懸けて里を守る生き様を見せてくれた。だが俺にとってはそんな生き様よりもイタチを失った悲しみの方が深い。真実を知った今、イタチの生き様を継ぎ木の葉を守ることなど俺には到底できない。それは本当か？あれだけの生き様を見せられて、イタチの意志、守ろうとしたものを無にしていいと本気で思っているのか？あんたは言ったな。イタチがどうして俺を殺せなかったのか。イタチにとって俺の命は里よりも重かったのだ。俺も同じだ。俺にとってイタチの命は里よりも重い。それだけのことだ。
うちらを差別し、両親を兄弟に殺めさせ、その身たちを追い込み殺した上層部も、そしてそんな里に生きる木の葉の連中も、すべてがクソの吐き溜めだ。すべてが復讐の対象だ。木の葉の連中には必ず思い知らせてやる。俺の痛みを、渇きを、絶望を。そして俺の憎しみをな。人は愛情を知ったとき、憎しみのリスクを背負う。本物だな。ウチハ・サスケ、あいつは本物の復讐者だ。もはや誰にも止められまい。